士が同じパート先で小さい頃から一緒だった。そいつはカレヤンと言いまして、いわゆる親友ってやつでした。喧嘩もよくしたけれど、次の日になればどちらともなく、ごめんのその一言が素直に言えた日々も今や昔。中学校に上がってからはお互い遊ぶ仲間も変わり、なんとなく距離を感じ始めた。あれはその年の夏のこと、今でも忘れられません。幼さだけでは語れない。休み時間の教室前、あのカネヤンの表情。ちょんこやと包丁食った。周りに合わせて一緒になって、ちょんこやと包丁食った。おばちゃんのモノマネもした。カネヤン黙ってた。そこからというものの、なんか俺さ気まずなって、俺はカネヤンを避けました。ごめんのその一言が、あの頃のようには言えなくて、二人ぼっちの船公園、高く蹴り上げたサッカーボール、今も夕日の22歳の夏のこと、深夜の繁華街、夢を追う傍らにカラオケ屋でアルバイト。いらっしゃいませ。何名様で？あれはクラブ帰りでしょうか。チャラい前髪のその奥に見慣れた顔がありました。今さらなんて言えばいい、そんな僕を察してか、今にも途切れそうな声でカネヤン話しかけてくれた。そう、絶対に絶対俺よりカネヤンの方が話しかけづらかったはずなのにね。空いた時間を埋めるようにたどたどしい会話は続く。カネヤンごめんな、カネヤン。ありがとう。